戦前、戦中、戦後の現代史を丸ごと書く、虎に翼、NHK 総合。が、ここまで社会的な意義を担う作品になるとは思わなかった。画像、肩を寄せ合い、手を握り合ってうたた寝する轟き遠藤と鉢合わせる虎子たごまいそうした作品態度を単に、思想の押し付けだとするのはあまりに乱暴ではないか。特に主人公、佐田虎子、伊藤沙莉。 の学友だった弁護士轟樹から広がる同性愛に関する描写の数々にはさまざまな誤読が生じているイケメン研究をライフワークとするイケメンサーチャーことコラムニスト加賀谷健が本作の同性愛描写に寄せられる批判的意見に対して反論してみたい同性を好きなのかどうか自覚していなかった頃同僚判事の星光一岡田正樹 からプロポーズされたものの、佐田虎子は結婚に踏み切れずにいる。主な理由は二つ。名字を変えなければならないこと。佐田三、中野大河、との結婚で佐田になった虎子が星虎子となることへの不安。彼女は最良の相談相手であり、最近やっと弁護士になった山田よね、土井よりに会いに行く。第二十週第百回。 秋立大学の学友だった轟太一と米の共同弁護士事務所を訪ねる。するとソファでうたた寝する轟と傍らにはもう一人男性がいる。二人は肩を寄せ合い、手を握り合っている。轟といえば、無二の親友で戦後すぐに合死した藩士、花岡悟、岩田武則、に対して友情以上の気持ちを抱いていた。第十一週第五十一回で米から、 惚れてたんだろ、花岡にと言われていたが、あの時点ではまだ自分が同性を好きなのかどうか、自覚していなかった。内面が三島幸夫的かは慎重になるべき。とどろきのセクシャリティの曖昧さが描かれるこの場面に対してネット上では、朝ドラに BL 要素。といった斜めからの意見が散見されたが、花岡への友情以上の気持ちが語られたからといってそれを BL と断定することは、 あまりに乱暴な誤読だったことは言うまでもない。轟きの性自認については一旦保留するとして、男性キャラクターたちのバリエーション豊かな恋愛模様を滑車する BL 的な関係性がどこまでもフィクショナルであるのに対して、轟きが自覚するプロセスは戦後の時代性を背景にした切実な現実問題だ。轟きの内面世界を形成するモデルの一人として三島幸男がいる。 戸塚純淳は監督とプロデューサーから、内面は三島幸夫と言われ、腑に落ちたそうなのである女性自身インタビューより。いやでも正直、一時期は熱狂的な三島文学ファンだった筆者からするとあまり合点がいかない。戸塚は作家、三島幸夫を決定づける記念碑的一作、仮面の告白を参考にしたようだが、同作の主人公は幼少期から男性への性的嗜好を自認し、 ブイドレーニが書いた、聖セバスチャンの殉教など、美しい男性の肉体が深手をうことに大きな興奮を覚える。ここには三島自身の英雄的な死への憧れをダイレクトに反映されている。対する轟は米に、花岡が兵隊に取られずに済むと思うと嬉しかったと語っている。轟が三島的な内面性の人物ならむしろ花岡の華々しい戦士、英雄的な死を望んだはずである。 戦後の男性同性愛というと確かに三島幸雄は理解の一助になるが、轟き大地という人の内面が三島幸夫的かどうかについては慎重になるべきだ。ど本作は日本の現代史の諸問題の糸口を丁寧に一つ一つ探してきた。長い対話を重ねるその間、時に説明的になることは確かにあった。 どれだけ政治的な作品であってももっと簡潔にメッセージを伝えることはできるかもしれない。話題を同性愛に限るなら、例えば同性愛者として戦後の世界映画史に名を刻むジョゼフ・ロージーは、マ、ま、ス、1982年の中で異性愛、同性愛といった区別はもうないの。あるのは、ただ性的仮想でないかの違いだけと極めて抑制されたフレーズに集約している。